はい、どうも、こんにちは、ツインです。ですね、今回はですね、やらかし事案です。やらかし事案というか、まあ、不可抗力なんですけども、今ここに映ってる、ギャバン、ソフビキットのギャバンなんですけども、もう、ほら、ここまで来るとさ、もうあとちょっとで完成なのかなと思うと思うんですよ。でも実はですね、ここに、まあ、ラップみたいなものを巻いてると思うんですけども、なんでこんなものをね、このもう塗装、メッキ塗装もして、塗り分けも結構進んだ状態でまたやってるかというと、ですね、わかるかな？ここに、これわかります？これ、ひびというか、クラックというか、が入ってるんですよ。で、ここにも、いっぱい入ってるのわかります？まあ入ってるんですけど、で、これを、まあちょっと、上からね、また塗ったら消えるんじゃないかなと思って、まあマスキングをして塗ってみたんですけども、やっぱり消えないんですよね。この、で、こう爪でね、こう引っかいてみても、段差がないんですよ。なので、これ多分このクリア層の下、このクリアを塗ってるんですけども、クリアを塗る前の下地に、クラックが入ってるんですよ。なので、この上からクリアをどんなにかけても治らないし、まあもちろんそのメッキ、ちょっとメッキシルバーもまた上から塗ってみたんですけど、やっぱりメッキシルバーって、隠蔽力は正直ないんですよ。ほとんどね。なので、やっぱりこう透けて見えちゃう。ということでですね、これはやり直しです。はい。やり直しということはどういうことかというと、すべて一度塗装を落としてですね、また最初からやり直すということになってしまいます。非常に残念な、もうね、久しぶりですね、というわけで、まあ、ちょっとねマスキングを剥がしていきますけども、あとね、これわかるかな、これこのここガタガタになってるんだよね。このね、前回メッキクリアをなんかメッキ塗装をクリアコートできるっていう動画をアップしたと思うんですけど、あのクリアが、その最新版じゃないんですよ。ちょっと古いタイプの、今のタイプとは実はちょっと違うらしいんですけども、今のタイプは多分こんなことは起きないんじゃないかと思うんだけども、ちょっと柔らかいんですよね。で、ちょっとエナメル系の匂いがしたので、ちょっとエナメル系に近い、塗料だと思うんですよ。で、エナメル系の塗料ってね、やっぱりソフビキットには向いてないんですよね。だから、ちょっと、そういうのもあって、乾燥がちょっとうまくいってなかった、かな、というところもあったり。まあ、そういうのもあって、多分ひび割れたのかなと。ね、他のね、プラモとかガレージキットで、こんなことになったことないんですよ。特にプラモでは、この塗装、塗膜にね、そのメッキ塗装のこういうところにクラックが入ったこともないし、クリアを塗った時に、こういう、なんだろうな、こう、マスキングをね、するだけでこう、マスキングの跡がついちゃう。ってことはなかったんですよ。なので、まあ古いタイプのこのクリア、今新しくなってて、ラッカー系になってるらしいです。なので、古いタイプのこのクリアに関しては、ソフビには使わない方がいいかもしれません。はい。という注意喚起です。注意喚起と、今からですね、塗装を落とすので、あ、そうだ。塗装を落とすので、それをやっていこうと思います。正直、今からやる作業って、ちょっと、あんまり楽しい作業ではないです。よいしょ。こういうですね、まずタッパーを用意してください。ソフビキットでもレジンでも一緒です。ただ、プラモの場合は、気をつけた方がいいです。今回使うのが、よいしょ。もったいないので、廃液を使います。これ、もう廃液が入ってる。エアブラシとか、うがいした後とかの廃液をこうやって溜めて置いてあるんですけど、これをね、綺麗な、溶剤で洗うのはもちろんいいんですけど、もったいないので、今回は廃液を使います。もう塗装を剥がすだけなんでね。で、この廃液は模型用の、まあ、こうやってもうドボドボとかけちゃいます。
もったいないよね。結構綺麗に濡れてたんだけどね。そういうことかけて、筆ももうなんか洗ってない筆だけど。で、こうやって、よいしょ。落としていきます。そうそう、ちょっと今言いかけてたんだけど、この廃液にはラッカーシンナーが混じってます。模型用の薄め液だけではなく、ラッカーシンナー、ホームセンターとかで売ってる、ちょっと強力なタイプの溶剤ですね、が入っているので、これを間違えて、レジンとかソフビだったらいいんだけども、これプラスチックだと、これランナーありますよね。これ多分ランナーつけときます。ちょっとつけときますね。どんな状態になるか。まあ、要は溶けるんですよね。なので、まあ、そのラッカーシンナー使ってない人、薄め液しか使ってないよっていう人は大丈夫なんですけど、プラモでも、こうやってジャバジャバこう洗っても、そんなに影響はないんですけど、ラッカーシンナーとか使ってる人はですね、気をつけてください。間違っても、こんな風にしちゃうと、プラスチック溶けちゃうのね。ちょっとまあ、つけながらだね。本当はもっとね、つけても、まあ、もうちょっと入れようか。今、入れ方間違ってますね。こっちですね。この、口、ちょっとわかんないか。今、どうやって入れてたかっていうと、よいしょ。今、こうやって入れてたんですよね。こうやって入れるのは、間違いです。こうですね。こうやって入れましょう。こうやって入れると、綺麗に入ります。これを逆さにするとどういうことが起きるかというと、わかります?ボコ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 ってなるでしょ?そうするとこう飛び散っちゃうので、飛び散っちゃったりとか、ほら、こういう、ほら、漏れちゃうのね、こう横からね。これを綺麗に注ぐには、口を上にして注ぎます。そうすると、ここのね、この上から空気が入って、綺麗に注げます。これは廃液なんでも、たくさん使っても大丈夫です。ね、大変、ほんとね、切ないよね。これがいわゆるドボンってやつですね。で、気をつけなきゃいけないのが、これはもう、プラモでも何でもそうだと思うんですけども、漬け込んじゃう人いると思うんですよ、たまに。レジンキットとかでも。でも、この溶剤が強い、特にこういうラッカー溶剤とか、ラッカーシンナーってちょっと強めなので、プラモのスメーキだったらならないかな、でもちょっと怖いかな。このラッカー系の溶剤だと確実になるんですけども、じゃあちょっと漬けとこう。ちゃんとね、ふやけるまで。つけておこうとかってつけておくと、もうね、ソフビキットだと、ソフビがもうブヨブヨになって、なんか、なんていうかな、ボソボソのブヨブヨ、ちゃんとした形を保てないような感じになってきます。で、レジンキットの場合は、溶剤をすっごい吸っちゃって、ほんとね、パーツがね、1.2 倍とか 1.5 倍とかにでかくなります。で、なんか、ちょっと柔らかい感じになっちゃうんですよね。もし、気になる方は、レジンの、余剰パーツとか、余ったランナーとかで、ちょっと試してみてもらったらいいんですけども。だから、長時間つけておくのはおすすめできません。長時間って言ってもね、ほんとね、2、3時間つけ込むとやばいんじゃないかな。わかんないけどね。まあ、実際、たまにね、こうやってほら、廃液さ、今、よいしょ。見てもらった通り、真っ黒になっちゃうとさ、わからないじゃない。これ。で、これ今この3つのパーツだし、結構でかいから間違うことはないんだけど、ちっちゃいパーツとか、この埋もれちゃってて、引き上げるのを忘れちゃうというか、見落としちゃうことがあるんですよね。そうして、で、こう廃液を元のこのボトルに入れようとしたら、そこの方にパーツが見つかって、で、そのパーツはもうなんか
変な形になっちゃって、変な形が変な状態になっちゃってっていうことがですね、かつてありましたね。まあ、それ以来気をつけるようにしてるんですけど、昔ね、まだ慣れてない時ね、今はね、さすがにやんないですけどね。その本当ね、失敗の経験もね、結構ありますよね。意外とさ、そういうのさ、言わないじゃない。塗装をやり直すときはドボンしましょうみたいなことは結構みんな言うんだけども、じゃあドボンするとき、ね、つけといていいのか、つけちゃダメなのかとかさ、どんな溶剤使えばいいのかとかさ、結構ね、ものによっては失敗やらかしちゃいますんでね。本当気をつけてくださいね、皆さんね。まあ、あんまりドボンとかね、するのはおすすめしませんけどね。こんな感じで、綺麗に。まあ、ちょっと墨入れみたいにね、隙間に残っちゃいまし、残っちゃってますけど、まあ、これに関してはね、どうせまた後でここは黒く塗るので、ね、メッキシルバーまた塗るんでね、メッキシルバー塗った時に、まあ、塗る前にね、黒にまた塗るので、多少黒が残ってる分にはいいかな。で、まあ、こういうキッチンペーパーとかに置いて、まあ、ちょっと拭いときましょう。これもね、だからあんまり溶剤残ったまま自然乾燥させるよりは、貼って一応拭き取っておいた方がいいと思います。ほんとね、こう、溶剤分ってね、何をやるか分か、どうなるか分かんないからね。まあ、ちょっとね、手に溶剤がついちゃうので、気になる方のグローブね、プラスチックグローブとかちゃんとしてくださいね。僕はもう、ちょっとめんどくさいっていうか、めんどくさがり屋なので、あんまりそういうのやんないんですけど。よいしょ。こんな感じでね、拭いて、で、置いて乾かします。でね、まあ、今一瞬、ほら、つけただけでも、ちょっとなんか、湿っぽいんですよね。だから少し溶剤吸ってるんですよね。なので、なるべく、とっとと落としましょう。あんまりだから、1時間、2時間、多分3時間つけるとね、良くないと思う。1時間ぐらいまでじゃないかな。ラッカーシーナーの場合はね。プラモのね、薄め液は相当弱いんで、溶剤分が。まあ、そこまで神経質になる必要はないと思うけど、それでもね、気をつけるに越したことはないですからね。あ、そうだ、忘れてた。ちょっと待ってね。この辺にランナー置きましたよね。こんな感じですよ。ほら、見てください。これ。うわ。ほら、ドロドロ。わかるかな？ほら、見てこれ、プラスチック。こんな感じです。溶けちゃうんですよね、プラスチックが。なので、間違っても、ラッカー溶剤はね、プラスチック、プラモの場合はね、こう、つけて洗っちゃダメです。気をつけましょう。なんかね、溶けますからね、ほんとね、だから、強めの溶剤っていうのは便利なんですけど、やっぱりモロ刃の剣ですよね。たまにね、パーツクリーナーとかで洗っちゃう人も中にいるんだけど、パーツクリーナーなんかもっと強いですからね。洗浄力とか、その、塗料を落とす力が強ければ強いほど、それだけ強力ということなんだよね。よいしょ。あ、ちょっと換気扇。ちょっと換気扇回すので、うるさいかもしれませんけど。さすがに換気扇ないとダメだ、これ。匂いもね、相当きついですからね。これ何分ぐらいの動画？今15分ぐらいか。だから、作業はできれば30分以内で終わらせた方がいいかな。これ、あれだね。ちょっとちゃんとグローブした方がいいね。本当に。
素手で持つのはおすすめできないわ。よいしょ、こんなもんすかね。これでだいたい落ちたんじゃないかな。で、当然なんですけど、合わせ目を消すときにラッカーパテなんかを使ってたら全部やり直しです。今回合わせ目消すのにラッカーパテは使わずにアルテコを使ったのでその心配はないんですけど、ラッカーパテなんかを使っちゃった場合は漏れなく最初からやり直しになりますね。そこまでね。それはあのプラモに多いよね。プラモのさ、合わせ目消しとかでやっぱりラッカーパテ使ったりすることもあるじゃない。結構プラモの場合はそういう場合は、まあドボンしちゃった場合は全部やり直しかな。引け処理とかね、引けにパテ持ってとかさ、やるじゃない。ちょっと残ってますけど、どうせまた黒で塗るので大丈夫です。なんか墨入れみたいになっちゃうよね。あ、もうね、なんかちょっとしっとりしてる感じ。溶剤吸っちゃって。よいしょ、こんな感じですかね。はい、ということで、よいしょ、ちょっと開けます。臭いんで。はい、ということで、ね、今回の動画は、ギャバンのね、あの塗装し直しということで、塗装を剥がすところまでの動画でした。まあ途中ね、そのなんでひび割れちゃったのかなとかっていう話もしたし、その溶剤こうドボンをした時の注意点みたいな話もしているので、まあ、あの参考にできるところはね、ぜひ参考にして、あの失敗をねしないようにしてくれたらいいなと思います。まあ少しでも参考になったよという方はぜひあのいいねボタンを押してください。あとチャンネル登録まだだよって方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると、すごく嬉しいです。引き続き、これからも動画を頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。では皆さん、次回また別の動画で、お会いしましょう。バイバイ、またね。はぁ、ということで、また塗装ね、下地処理からだよね。